吉田さん、あれですか、おにぎり屋の話ね、もう私もあれ知ってるんですよ。でも私がね、何ですか、おにぎり屋さんをやろうと決めた女性の気持ちになったら、自分が癌になったことを隠すでしょうね。で、そのまんまそしらぬ顔で商売して、で、その途中でもう、うえって吐血したりとかして、ね、それでもやり続けて、で、出資者に応えようとするんじゃないかなと思いますよね。商売に身を捧げるっていうのはそういうことだと思うんですよ。商売に身を捧げたんだけども、でもやっぱり商売を手放して自分のね、がんに対して、残された人生を考え直していく、まあ、それも一つなんですけどもね。私の場合はその時のテンションで、いや俺はこのおにぎりを絶対ヒットさせるんだと、自分の身は滅びてもこのおにぎりを世の中に残すんだという気持ちがあったら、出資してくださった方のためにもその事実を隠して商売でうちにする、その自分の目指している道の途中で倒れることを望むかなと思うんですよ。まあけどね、ガナリさんが悪かったとかいうのは、結局は一人の人に背負わせないってことじゃないですかね。出資者として俺はこの人のビジネスに乗ったわけだから金を出して終わりじゃなくって、同じ痛みをかみしめて、同じ苦しさ悔しさをかみしめていくことで、今回商売がちょっとなしになったってことは、結局は俺も君に信じて出資してしまったと、で一方的にお前が悪い、お前がなんか商売に向いてないって言うんじゃなくて、あ、自分も出資者として、きちんと見れてなかったなとかね、過ぎたことを言っちゃったかなっていうところで、共にね、こう思いを共有するっていうところもありなんじゃないかなと思うんですよ。これが別の身勝手な私の嫌いな出資者投資家だったらどうなるかっていうと、なんでお前に乗っかって稼ごうとしたのに、どういうことだ、詐欺だみたいなことを言い出すんじゃないかなと思うんですよ。結局投資も出資も自己責任ですよね。自分が投資した先のその人にもしね、病気になるっていう運がないんだったら、自分の出資したことによってその病気を呼び寄せてしまったんではなかろうかぐらいの責任感の共有は出資者としてはいるんじゃなかったかなと思うんですよね。まあそこにガダリさんなりに、まあ同じ思いかどうか分かりませんけども、一つの最後の和解の手を差し伸べたってところなんじゃないかなと思います。そういう思いを私も持っていたいなと思いますよね。金を出して出資した先にどんな事情があろうと、そこが潰れたならその悔しさも共有するとかね。出資者として当然ですよね。なんか美味しい話だけ良かった良かったじゃなくて、苦しい時だからこそそのプロジェクトに関わった人間として誰か一人を責めることなくね、あ、運命共同体だよねっていう風な着地はいるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで共有の友ということですね。今回お届けしました。